どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。ウィラブスワローズ。っていうことで、4月12日、ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、1対6で負けちゃいました。悔しいですね。なんか完敗って感じがしましたね、今日は。先発の高橋奎二投手、調子良くなかったんかな。良くなかった割にはね、抑えてくれた方だと思います。なんか途中で修正しようと自分なりに頑張ってるような感じがしたんですけど、ね、そこまで乗り切らなかったっていう感じですかね。打つ方はね、本当寂しいですね。どうしたんだヤクルト打線。打った思ったらね、こういう日になりますから。ねえ、まあまあまあ、まだ焦らん方がいいんかなとか思いますけどね。ノーアウト満塁のチャンスとかで打てなかったらちょっとね、へこんじゃいますよね。あと心配なのが山田哲人選手ですよ。いやー、ちょっと下半身っていうことで足かな。今シーズンはね、足の調子見てていいなと思ってたんですよ。盗塁もしてくれるんでね。だから期待してたんですけど、こういうことになってしまって、めちゃくちゃ心配です。どうなるんでしょうかね。軽症やったらいいなと思っているんですけども、怖いな。山田哲人選手が抜けるのも怖いですし、抜けないでなんか痛みをね、ごまかしながら、本来のパフォーマンスじゃない山田哲人選手も怖いじゃないですか。ねえ、どうしたもんかな。軽症であることを願っております。あと、後ろのピッチャーね、今日はあんまりパッとしなかったですね。昨日でちょっとね、緊張の糸が切れちゃったかな。どうなんでしょうか。まあまあ、切り替えて、こんな試合もあるなと思って、移動日挟んで、移動日挟むのちょうどいいと思うんですよ。移動日挟んで広島、この広島さんでね、もう本当勝利を掴んでほしい。勝利を普通に掴むだけじゃなく、打線爆発のね、勝利を掴んで、ちょっとチームの雰囲気をガラッと変えてほしいなと思っております。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。山田哲人選手の足マジで心配。どうなるんでしょうか。Thank you.